two, three, シンプル簡単バージョンやってみました。もういいですね、あの感じ。なんでしょう、さっきも言ったけど、中国なのか英語なのか、なんか日本なのか西遊記なのか、もうね、あのめくるめくね世界観がもうウクレレ一本で蘇ってきます。はい、思いっきり歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。さっきも言ったんですけど、あの途中明るくなる、ちょっと変化があるところは今回ショートカットバージョンしているんですけど、後半やるかっこいいバージョンではそこにも触れてます。ここね、転調といってコードが難しいの出てきちゃうんで、どうしてもちょっとシンプル簡単バージョンはちょっと難しいだろうということで、後半のかっこいいバージョンで触れていくんで、興味ある方ちょっと練習して、まずは簡単バージョンにできるようになってから後半のかっこいいバージョンへ行って練習してみてください。ひとまず今のね、簡単バージョンは一番キーポイントとなるところを押さえてますけど、英語ですからね、ユータってこれ洋楽ですよ。でもこの言葉のね、結構ゆっくりやってもね、言葉早いんで、その辺がキーポイントになるかなと思いますけど、簡単バージョンまず練習していってください。動画の中に歌詞とコード出てますから、まずはそれを見ながら練習していただいて、何回も練習していただいてね、あの1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単版の動画と一緒に演奏できたらもうすごいと思います。これ英語だしね。はい、そこまでできるようになった方はおめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに一人だけで、皆さんを一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんだけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するっていうのはなかなか難しいでしょうから、最初のじゃあ楽譜的なものを見て、何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃってですね、大空に向かって歌う、こういうのが気持ちいいと思うんですけど、楽譜練習がいいと思います、まずは。でも楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうです。ちょっと今シェアしますけど、今のガズの演奏は見てください。ガズが手書きで書いたこのノート、これを見ながら今演奏していきました。はい、もうちょっとしたらこんな風に画面に大きくとして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今便利なサービス、これが始まってます。はい、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたモンキーマジックを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜のストックの中から皆さんが5曲毎月選べます。この曲やってみたいな、憧れの曲できるかなみたいな感じで選んでいただいて、毎月5曲お手元にデジタルデータとして最新の楽譜を含む、もうすごいストックの中からお手元にデジタルデータでダウンロードできるという画期的なサービスでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上げてますっていうか盛り上がってます。このガズ
れる大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題。ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこう、チャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひ、ちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさん、ラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんで、チェックしといてください。それでは、楽譜を見ていきましょう。モンキーマジックグダイゴー、かっこいいですよ、これは。はい、これもほぼ洋楽ですから。ほぼっていうかもう英語ですから、100%。はい。見ていきましょう。これイントロなんですけど、ちょっとイントロ長くて、これでもショートカットアレンジなんですよね。でもこれでも十分だと思います、イントロは。ここ、デレ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 っていう風にやってって、こういう伸ばして、Em7、Em7最後伸ばすという感じです。ここ見て、下に書いてあるここ、ターターとかね。ここだから下に書いてあるなこのメッセージはかっこいいバージョンでちょっと決めっぽくやるということで、後で16ビートのかっこいいバージョンの中でのことなんで、後で解説していきます。そして今日ここ見てください、この簡単バージョンはね、ここ One from the egg on the mountain topA マイナー、D マイナー、A マイナーみたいな感じでやって、止まるみたいな感じでやったんですけど、かっこいいバージョンではここね、めちゃかっこいい決めを弾きながら歌います。ここは今日の見どころです。かっこいいバージョン、楽しみにしておいてください。このね、ここまで続くよという感じですね。そんな感じになってます。ここもこういうふうに書いてあります。まあ今みたいにこう下になんか書いてあるのは、かっこいいバージョンのメッセージです。ということを確認した上で、ちょっとここ、今日ね、英語でね、いっぱい言葉詰まってるんで、字がちっちゃいんですよね。ちょっと見づらいけど、映しとくんで、一時停止で。皆さん書いていってください、お時間ある方で、今も紹介させてもらったガズクラブでこのガズの手書きのノートのデジタルデータをダウンロードしてもらうのはめちゃくちゃ今日みたいな時はいいですよ。言葉書くの大変ですから、これで見て、この B の上に点があったり、この E エッグの上に点がある、これね Born from the egg on the mountain top、 うん、こういうタイミングが分かるんですよ。これ Planted the monkey that ever popped、この点でリズムが分かるようになってます。はい。これが結構、かなり大事になるかなというふうに思います。はい。参考までに。ガズグラブでダウンロードしていただくのもいいし、お時間ある方はこうやって映しておくんで、一時停止で、メモ書きしてください。はい。いい？で、構成なんですけど、ここまで来て、ここはまあ感想扱いになるんですけど、見てください。ここ。簡単バージョンは、もう一回一番やってサビです。だからここまで簡単バージョンここをやって、もう一回ここまでやって、ここやって終わったよ。こうサビ繰り返して終わりということだったんですよね。あ、そうだ、言い忘れた。あのね、ここ、ちょっと待って、どこだっけな。ですね。ここ2拍ですから、ね。あの、テロップにも書いてあったと思うんですけど、モンキーマージック、ダン、ダン、モンキーマージックで1、2拍で、この感想に行くという感じですね。ここで、2拍なんです。簡単バージョンは Em7 2回。かっこいいバージョンは Dm と Em7 を1回ずつということで。ここの2拍。テロップにもね、ちょっと書いてあるんで、この辺はちょっと見逃しなくということです。はい。はい。そして、さっきも言ったように、イントロから1番やってサビやったら、簡単バージョンを感想やったらまた1番やってサビ戻るんですけど、このサビをですね、この行とこの行とこの2拍があったりと違うんですけど、ここはちょっとね、動画内で構成確認してみてください。最後の1回だけ2拍になります。最後のラストのね。で、かっこいいバージョンはですね、構成ちょっと変わってきます。イントロやって1番やって1回目のサビやって、この感想をやったらですね、ここ見てください。かっこいいバージョンはこっち行くよ。はい。これブリッジパートです。ここがまあ明るくなるところ。With a little bit of monkey magic っていうところですね。ここはこうタタタタって4つ引きで伸ばして弾くんですけど、はい。ここからタタタタタタってちょっとね、転調。ここで難しくなるんですよ、コードが。まず E7 ということ、コードが。これいいけど。これよ !F シャープ。今日はこのかっこいいバージョンでこの F シャープ押さえづらいコード出てくるんで、これもしっかり解説しますよ。で、かっこいいバージョンここまでやったら、また感想をやって、で、ここまでやったら今度1番サビ戻って、サビを繰り返して終わった。こんな風な構成になっている。動画内のテロップと示し合わせながらメモ書きしてください。相手でこのコードを解説していきます。Cam, Dm, E7 が今のシンプル簡単バージョン、この 5個なんです。嬉しいな、今の簡単バージョン5個ですよ、この曲。これはすごい嬉しいニュースです。で、赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンなんですけど、でも見て、G7 と D7、これはもうね、
こっちのグループの、これ入門コードの、つまりかっこいいバージョンでこの F シャープ以外はみんな簡単バージョンだから一応紹介しちゃいます。今映ってるこの7個のコードはガズレレではもう超安心の入門コード、これです。ガズレレ必須コード、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。このここにリンク貼っておく。この動画見たら10個のコード楽しく覚えられますんで必見です。覚えちゃってください。今日はそのうちのだから7個が出てくるっていうことですね。はい、まあでも今の簡単バージョンは入門コード5つですから、これは嬉しいよ、嬉しい。なんでひとまずやってください。英語が難しかったら最初はニャン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 っていいですから、もうルンルンルンランランランマウンテントップ、ルンルンルンランランランマウンテントップみたいな感じで雰囲気雰囲気、それ慣れてきたらちょっとずつ英語のモノマネをしながら歌っていく、こういうのがポイントになると思います。まあまずシンプル簡単バージョン楽しんでね、もう最有機ですから、もうね孫悟空の気持ちになってやるのがいいと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。今日かっこいいバージョンはね、かなり濃厚でございます。はい。じゃあ出てくるコード、さっきも言ったけど G7 と、D7 はもういいとして、1個これ。F シャープ、これなかなか出てこない。これで制覇というふうに押さえるんですよ。どうやって押さえるかと思うでしょ。ちょっとね、一応確認すると、押さえる場所は、一応、ここと、ここと、ここと、ここなんです。どうやって押さえるのってなるかもしれないですけど、これはね、話は簡単。1フレット人差し指でビチッと全部押さえといて、これをやっといて F を押さえるイメージです。つまり皆さん F ってコードあるじゃない、このコード、はい、これってここを人差し指で押さえといてこうやって F を押さえると一緒なんですよ。これをこうこうずらしてるっていうイメージですね。白い棒が1個ずれたぞって思うと分かりやすいでしょ。1フレット全部ギュッと押さえといてちょいちょいって、これが F シャープという押さえ方、はい、これがガズさんやると簡単そうに見えるんですよ。これはやってみたら押さえづらいんです。で、こういうのね、人差し指で全部押さえると聖夜とかバレエとか言います。で、このことについてですね、この以前ね、このね A シャープっていうコードを解説した時にめちゃくちゃ深く解説してますんで、ちょっと今日この A シャープの解説動画ちょっとここにリンク貼っとくから、ここにね聖夜とかバレエ、人差し指で一歩でビチッと押さえる方法濃厚解説してる、動画なんで、それ見てちょっとやってみてください。今日は F シャープ、これはですね皆さんちょっと悶絶してみてください。ここはねかなりね押さえづらいですよ、慣れてないと。はい、今日はそこがまず1個目の挑戦ポイント、 F シャープが出てくるぞということでございます。はい、で今日はですねもっと難しいことがある。リズム、今日出てくるリズムはねこれはねかっこいいんだけど難しいの。だってもう聞いたらわかるけどめちゃくちゃファンクです、ファンキーでソウル風でしょ。もう本当にこうグルーブがもうあの本当70年代のねもうかっちょいディスコグルーブっていうかもうかっこいいんですよ。これをやりたい。このリズムをやるためにはどうしても必要なリズムはこれ。ドン。16ビートのチャとカッティング。これがもうね、欠かせないんです。どうしたってこれをやりたい。これは難しいリズムなんですけど、ひとまずこのリズムの解説、ここに貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中に16ビートのチャとカッティング、それぞれの濃厚解説動画が、アップロードされておりますので、動画をじっくり見て、穴が開くほど見て、体験していってみてください。ちなみにこの16ビートのチャっていうのも、ちょっとこの動画があります。16ビートのチャがすごく上達するっていう、これ解説してるのめちゃいい動画がある。7つの秘訣、こっちは概要欄に貼っときますわ。ちょっとこれ見てみてください。これを見るとこの16ビートかなり、ね、深くなりますね。でちょっとね全体的な感じでやってみようと思うんですけど、ちょっとまずイントロのコード進行で練習してみようかな。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じ。今分かってる、カッティングっつうのが地味に入ってるんです。ちょっと見てて、 Dm でここがムニ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 でしょ。これカッティングって言うんですけど、これ音止めてるんです。これね、カチャカチャって言ってるでしょ。こういうのが入れられればもう最高。入れなかったらどうなるか。入れるとどうなるか。で、キレがあるでしょ。だんだんかダツツダツダツとダツツ。これがカッティング。カッティングがないと、じゃあじゃかじゃちゅちゃしちゃじゃじゃくちゅ、こんな感じになります。まぁ、ちょっと微妙なところですけど、このちょっと音が止まるのに、すごくこうグルーブを感じられるということですね。で、あとこの曲は、やっぱ跳ねたリズムのシャッフルの要素が結構こう踊れる、腰に来るやつなんで、こう。ここはね、イントロと感想の決めが入りますから、ね、ターターって書いておくんで、これは簡単。じゃーじゃーですからね。ちょっとじゃあイントロを、連続でやってみて、この雰囲気をちょっと掴んでください。ゆっくり見いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。
なんかかっこいいけどやってみたらこういう風になかなかならないと思うんで、まず力入れてては絶対ダメよ。手首の力とかも体の力抜いて、例えば Dマイナーを弾くと、この優しい、あんまり力入ってないですけどね。もうチャは切れ味するときチャってやりたいですけど、この感じはなかなかちょっと難しい。さっきも言ったけど概要欄に貼ってある16ビートのチャのね、濃厚レッスンちょっと見てみてください。はい、今日はこのビートがもうね、どうしたって欠かせないファンキーでかっちょいやつなんで、ぜひこれを機会にね、練習してみてください。で、このイントロのフレーズの一番最後のとこ、感想とかのとこでもこれ出てきますけど、じゃあ、イントロの一番後半のバースいきます。せーの、E マイナー7でダカ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 ダーン、こんな感じですね。はい、で出ました。こっから今日一番悶絶ポイントいきますよ。まずじゃあもうその流れでやってみましょうか。いくよ。ワン・ツー・スリー・フォー。なんじゃこれ。これ難しい、難しいけどやりたい、かっちょいい、やりましょう。今ではどうなってるかというと、本当にもう分析するとこうです。ちょっとまず、これワンブロックですから、まず確認しとくけど、Am、G7、Am、Dm、Am、Dm。これワンブロック、これ4つカウントの中で、これが入るんです。超ゆっくりいきますよ。いきますよ。タダトトタディディタタディです。今のは、わかる？タダ、G7、Am、Dm、Am、Dm。もう一回ゆっくり。Am7 Am Dm Am Dm。 まず言葉に合ってんでね、パー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 です。手の動き見てるんですよ。右手ね、ダー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 パーですよ。このリズムです。タン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 、これで1、2、3、4、タンツタンツタンタンツタンツタン、だからワンブロックでしょ。こんだけコードが入ってます、ワンブロックに。はい。で、これのポイントをちょっと言います。この、今このコード、Am、G7、Am、Dm、Am、Dm ところで、一個だけ共通点があります。それはですね、Am の位置、4弦の1ブレットで、この位置あるじゃないですか、ここ。ここはですね、G7 の時だけ離れます。ちょっと僕の手見てて、よく見てて。いくよ。Am、ここ離れるでしょ。で、次、Dm の時は、ほら、ずっと押さえっぱなしなの。Dm ってここ押さえたままこう押さえるでしょ。だから Am と Dm ってここ離しちゃダメよ。Am って。そうすると指があんまりね、暴れない。見てて。ここがずーっと固定されてると思うと楽です。ちょっとゆっくりいきましょう。超ゆっくりね。まず言葉はね、今のラン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 でいいわ。せーの。ラン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 。どう？もう一回。せーの。これが前半です。こういう風にゆっくり分析すると簡単でしょ。じゃあその後半いきます。その次、はい、これ Am、G7、Am で点々って、こんな感じ。せーの、ダンダンダチャチャチャ、もう一回。せーの、ダンダンダタタタチャ、これチャも入ります。ここはだからカッティングで止める感じですね。Am、G7、Am、チャカタカ、はい、ダンダンダ。Am だけシンコペーションだからね、前で止まるんですよ。ダンダンダ。手の動きは止めちゃダメ。ちょっと2つのブロックゆっくり通していきます。せーの。歌うわけです。はい、このリズムをまず練習していただいて、英語に合わせていくんですけど、ここのところの一番なのか、まあ逆にいいところは、リズムにぴったりの歌詞が乗っかってますから、これが助かるやつです。歌うとき助かります。ちょっとじゃあ、もうちょっと早めにして歌ってみましょう。せーの。Walk on the egg on the mountain top. Don't kiss the monkey, the egg on the top. はい、言葉と合わせて弾けば、逆にできちゃうという逆説的な一面もあります。ここはもうひたすら練習しかないんでね、あの分析したコードを見てやってみてください。ここが前半部分です。で、ここからモンキーマージックってなっていくんですけど、このね、普通のサビのところも、ただの16ビートのチャでは今回終わります。
どういうことか、サビリズムやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。モンキーマジック、モンキーマジック、ファンキーでソウルフルでキレッキレでしょ。このカッティングをちょっと今日調整してみました。これを分析しました。こんな感じになります。こんな感じ。まずいきますよ。バツはカッティング、茶は星、丸は引くです。ゆっくりいきますからね。最初2つバツがついてるでしょ。ゆっくり、えいのつくたつたたつとかだだだちゃったた。もっとゆっくりいきます。せいのつつたつちゃったつつたたたたた。さらにゆっくりいく。 D マイナーを押さえてますけど、今せいのつつたつちゃったつつたダダダダダダダ。今度 A マイナーでやってます。せいのつつたつちゃったつつたダダダダダダ。これが繰り返されます。いいですか。せいのダダダダダダダ。こうなります。口で言いますよ。つつたつちゃたつつだだだだちゃっただだですね。つつたつちゃたつつだだだだちゃっただ。ちゃが入ってくるからこれがややこしい。これはもうね、この丸とバツと星の表を見てまずやってみること。口で言ってください。まず最初はせーの、つつたつちゃたつつだだだだちゃっただだ。これが、カッティングです。じゃあちょっとあのフレーズでやってみるよ。せーの、モンキーマジック、モンキーマジック、モンキーマジック。こうなります。で次のところは、Bマイナー、Eマイナー、Aマイナー、Aマイナー、はい、ワンブロック4つでモンキーマジック、 Dマイナー、Eマイナー、セブン、Aマイナーみたいな感じ。ここは流していく感じです。このカッティングができるとすっごいいろいろファンキーでソウルフルな曲の時にお役立ちになるんで、今日をきっかけにね、ちょっとこれ16ビートのファンキーアレンジとして、ちょっとあの練習スタートするといいかもしれません。今日はね、これはどうしてもね、かっこよかったんですよ。その五大鼓聞いた時にこの感じが、やってみましょう。はい、ちょっとこれは難しいですけどね。そしてですね、かっこいいバージョンはですね、この後、前半の簡単バージョンでショートカットしたあの明るいところ、ちょっと変化があるブリッジパートに入っていくんですけど、ここちょっとやってみましょう。最初の前半は4つ弾きです。あえてのいきますよ。せーの、 With a little bit of monkey magic there'll be fireworks tonight。 次です。問題は E7 から、 With a little bit of monkey magic everything will be alright。 D7、 E7、 はい、ここの F シャープね、さっき解説したけど、ここね、難しいよ。急に出てくる。E7 のとこから行きましょう。あ、ごめんなさい。ちょっと今リズム間違えた。後半のビザリロビロ、E7 と F シャープのとこから弾き方が倍になります。タタタタタタに上がります。ちょっとそこ忘れてた。もう一回じゃあブリッジの最初から C か。せーの。こんな感じです。ダダダダダダダウンピッキングにしておきましたけど、ここで E7 から F シャープ、これ難しい。E7 から F シャープ、F シャープ、D7、E7 でって感想に戻っていきます。この F シャープ、ここで歌う感じまで、このメロディーが絶妙にこう、転調といってキーが変わってるんですよ。ここの転調に歌をピッと合わせるのはなかなか難しいかもしれません。で、あとは間奏をやって戻って繰り返しというパターンになっていますので、基本的なやっぱリズムのあのファンキー&グルーブ、これが継続されるかどうかっていうのがポイントですね。途中のブリッジパートのところでよ、あえて4つ弾きとか、このダダダダとかこう、ベターっとしたリズムに戻すことで、またリズムに戻った時のあの、跳ねてるグルービーで踊れる感じに、そこになだれ込む感じがまたかっこいい。もう腰でこう、ダンスできるようなディスコダンスで盛り上がれるようなビートを生むのが
キーポイントだと思います。そしてもちろん言わずもがなですけど、西遊記のイメージ、あと70年代のソウルフルなあの感じ、あのもうかっちょいいの、もう五代後のその当時のライブ映像とか見たら、ものすごく すご腕なんですよ、みんな。本当にあのね、すげえバンドですね、あれは。はい。そんなの世界観とかも、なんつうの、中国の感じとか、西遊記の感じとか、英語の感じとか、ソウルな感じとか、日本の感じがもうごちゃごちゃになった、まさにミクスチャー。やっていきましょう。はい。五代後のモンキーマジック、ガズレリルかっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4、あちゃです。いやー、まさにもうこれ元祖ミクスチャーミュージックじゃないですかね。ものすごくこう いろんな多様性がもうまさにこうぐるぐる巻きになって、もうすごい世界観になってますけど、これはね、奥が深いけれどもすぐにはできないですよ。でもこれはね、ずっとちょっと取り組むテーマの曲としてはすごくいいと思います。英語だしね。はい、まあ、この辺もじっくり長い時間かけて取り組んでいきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけど、もうすごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡
単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っておくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、あのストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。